今日もお疲れ様、ケンケンです。はい、おはようございます。おはようございます。僕たちは今ね、コースターの超ショートっていう普通のバスよりもかなり短い可愛らしいバスを買ってキャンピングカーベースにねカスタムする予定でございます。ただそちらは窓を埋めたりとか板金をしてもらうとか水温計周りのメンテナンスっていうところで今ちょっとね整備に出していたところです。そちらの戻ってくる日が確定したんですよ。だからもうすぐ DIY が始まるわけ、うん、なのでちょっとこのしばらくバスを見てなかったんでサイズ感がいまいち分かってないんですよ。はいはい。のもあるし、うん、これから始まる DIY に向けてもっと内装のこの何構想っていうのをさ膨らましていきたいわけですよ。なるほど。なので今回ね 5.9 メートルのバスのキャンピングカーをちょっとお借りさせていただいております。ありがとうございます。そちらで DIY するぞ目線でちょっと使わせてもらって車中泊していこうと思います。おお、はい、じゃあ早速向かっていきましょう。はい、はい、それでは今ね向かっている最中でございます。はい。今日ねちょっとお借りさせていただくキャンピングカーなんですけどフィールドライフさんで以前制作していました既製品のバスキャンピングカーですね。ルーツという車種です。で僕らがこれから改造するコースターが 5.5 じゃない長さが、うんうん、で今日見に行くのが 5.9 なんでちょっと40センチ今日のやつの方が長いんだよね、うん、だからイメージとしては40センチ短いと思ってこうちょっといろいろ見てみたいな。あーなるほどね。そう感じです。どんなもんかなってね。そう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 。で、まあ、今回ね寝袋とかシートとかね後ろにもろもろ積んできたので車中泊をするわけですよ。準備万端。準備万端。ただ僕個人的にはこれから自分でキャンピングカー作っていくわけじゃん、うん、こう他のバスのキャンピングカーとか見てしまうとこうなんかイメージを引っ張られてしまいそうなというか。ああそっちの方にね。そう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 。になっちゃうと個性出せないかなと思ってるんで、あんまりこう見ないようにはしてるんですけど。じゃ目つぶす？いやつぶさねえだろ。まあ怖いこと言うなよ急に。俺得意だよ目つぶし。いや得意は良くないんだよそれ。毎日練習して。あんま言わない方がいいよ人にそれ。でも見たいは見たいんでしょ。やっぱサイズ感ですよね結局、うん。まあ一番見たいところというと俺の中でマルチルームなんだよね。ほうほうほう。マルチルームってどのぐらいの大きさがあったら快適なんだろうっていうのをやっぱり知りたいわけ。うん。だって結構それによらない？まあ確かにね、うんうん、床に排水の穴開けたりするじゃん、うんうんうん、でシャワーも浴びてトイレも使うってなるとまあ最低限俺の体の大きさだったらどれぐらい必要なんだろうか知りたくて、うん、でサイズ感の近い今回のルーツとかだったらある程度参考になるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、そういうなんていうんだろうデザインとかレイアウトってよりは一番はマルチルームのサイズ感感覚の話ね。あ知りたいなと。なるほど、うん、まああとはこうベッドとかね、うん、あのルーツが縦向きだったか横向きだったかちょっと覚えてはないんですけど確か横向きだったと思うからそれで寝てみてあこんな感じかみたいなのを改めて実感したい。過去に取材はしたことあるんですけどもうだいぶ前ですよ5年4年前とか5年前とかだと思うんで。そんな前なんだ。そうそうそう。ちょっとだから今回ねいろいろとこれから作るコースターのために勉強してまいりたいと思ってます。はいはい、ということで到着しました。はい、今ねこちらにはね我が家のコースター超ショートがいらっしゃいます。こんにちは。はい、可愛らしいですね。可愛らしいですね。はい、今撮影してる現段階では回収予定日が決まっていてまだ回収はできないけどほとんど作業が終わってる状態です、うん、今回お借りしているこのバスが実は2台ちょっと急遽お借りさせていただきましてですね。ありがとうございます。こんな感じで並べてもらっちゃいました。どう？圧巻。おーちょっとこっちから撮っていただける？こんな感じでこんな感じで見てみたいんで。結構圧巻だね。違うよ山がカメラで顔が結構圧巻な顔。俺の顔は圧巻じゃねえよ、うん、この辺とか結構ここが圧巻あそうねすごい、うん、けなし峠地肌がねけなし峠やめろお前、うん、いや見てこれすごくない？まあ、それぞれ形が違くて可愛いですね。可愛いよね、はい、みんななんかお顔も違うし。そうなんですよ、うん、で大きさなんですけど、はい、我が家のコースターが 5.5 5.5 はい。で真ん中ルーツですね。ルーツこちらのバスキャンピングカーが 5.9 5.9 はい。これあの行きでお話ししてた40センチ差の車ですね。あはいはい、はい、で一番奥がシリウスっていうバスコンです。はい、はい、こちらは7メートルです。おだいぶちょっと1メートル以上さらにまた伸びるんですけど。そうだね。こんな感じでねちょっとバスの比較させていただけるということでねちょっと車中泊以外にもちょっと楽しみができましたね。そうだね、今回ちょっと諸事情でですねルーツの方のクーラーがちょっと今使えないということで、はい、実際寝させてもらうのは7メートルの方のシリウスで今日は車中泊させてもらおうと思います。あんないい車で、ま、もう車中泊ではないけどね。もう確かに。いや車中泊なんだけど車なのかな。もうその辺のホテルよりいいから、そう、ね、考えて、うん、確かにね。あの2000万円以上します。2000万以上2000万円以上します。わーちょっと我々にはちょっと手は出ないですけども。じゃあちょっととりあえず拝見させてもらおうと思います。はい、とりあえず一番気になってるマルチルームですよね、うん、これを比較できるのは嬉しい本当に。なるほど。このルーツだけに限らず、うん、シリウスのね7メーター級のマルチルームのサイズとかも比較できて見れるのはすごい面白い、うん、ということで早速中に行ってみたいと思います。でちょっとこれ猛暑なんでね今回ねアイドリングさせてもらってます。一応周辺の方もねあの工場地帯ということで廃炉の上やっております。じゃあまずはルーツからいきますか。こちらのルーツの金額は、はい、アースク。あ、ア
スクですね。アスク。アスクです。お問い合わせしてください。お問い合わせしてください。ちなみにこちらのルーツは今中古車としてですね、フィールドライフさんで販売されている車両でございます。だこれをこのまま変えちゃったりしますんで。すごいね。まあ、もしなんかバスコンとか気になった方いたらね、5.9 メートルのバスどんなもんかちょっと見ていただければと思います。おお、はい。僕はとりあえずマルチルームを徹底的に拝見させてもらいます。とにかくケンは今回マルチルームをね、重点で見たい。じゃあ失礼します。はい、いいでしょう。はい、じゃあルーツの車内はこんな感じになっております。見てこのモフモフの L 字型ソファー。ちょっとクーラーの音がね強めに入っちゃって申し訳ないんですけども、エントランス入って目の前はこのような形のねラウンジ空間となっております。で今山地さんが座ってるそのお席がですね、シートベルト付きの回転シートということで、3人目はこんな感じでね普通のシートと変わらず座ることができます。これめっちゃいい。いいでしょ。それキャプテンみたいでしょ。ちょっと向き変えて。キャプテン、うん、何キャプテン。いやだからキャプテンです。であの家庭用エアコンなんかもねこうやってついてますよ。すごいねあの充実した装備です。まあもちろんこれはもう最高峰ですからバスというとね。で反対側にはこうやってキッチンですよね、スペースがあって、左側にお目当てのマルチルーム、その突き当たりにですねダブルベッドが設置されているようなレイアウトになっております。まあ、ちょっとね今回はそのマルチルームとあとベッドですね横向きで寝てみたいっていうところもあるので、ちょっと寝っ転がってみたいなというふうに思います。はい、それではねちょっと汗かいちゃってたんで着替えました。はい、はい、これ少しねお邪魔したいと思います。まずはじゃあマルチルームから行きたいと思います。はい、とりあえず入ってみます。はい、ドアがこんな感じね。うわ広いな。はい、マルチルームはねこんな感じです。右側にトイレがあって左にこのシャワーパンっていうのかな、くぼみがありますね。ここに立ってねちゃんとこのトイレの方にこう干渉せずシャワー浴びれそうな雰囲気はありますよね。でシャワーがあって多分ノズルがこれ伸びるタイプですよね。アクリル二重窓があって上に換気扇でシャワーカーテンっていう感じのレイアウトです。で壁はこれがメラニン化粧板みたいな感じですかね、防水のツルツルしたものになっておりまして、端は全部コーキングで処理してあります。非常に綺麗な、ね、マルチルームになってますね。でこれあれだね、ドアの内側もこうやって化粧板貼った方がいいんだね。なんかテカテカだね。うん、こうカーテンするとはいえね、だから木のまま DIY しちゃよくないね。でこのマルチルームの板の厚さ多分18ミリ板とか使ってるのかな。へえ。多分ね、見るとこキモいね。やめてだってこれからこういう部屋を作るからさ。厚さとか見ると思わなかった。なんかあこういう感じねみたいな。あそうだね、もっとライトな感じを想像してたら。ごめん、厚さからチェックして。結構キモかった。じゃあちょっとまあ入ってみるよ。はい、うん、どうですか。ああ広いですね。そもそもその高さ自体はコースターよりもあるんで、うん、僕が直立立つことができます。今はちょっと今はねこうそうあの段差が少しあるんで、うん、ちょっとかがまなくちゃいけないけど、はい、だからコースターでいうとむしろこんなもんじゃない。ああなるほど、標準で、うんうんうん、ちょっとじゃあトイレ座らせていただきます。はい、こう剣ね膝がぶつかっちゃったりするから。そうなんですよ。これでもね便座動くんで、あ向きをね。そう、ああいいよ。だからこういう感じですればおどう。あいや全然問題ないですね。ちょっと一回閉めてみてもいい。いやいや閉めていいよ、うん、こう閉めた時圧迫感とかどう。あいや全然ないね。へえ、安心感すら感じるよ。安心感、あすごいね。でも、うん、剣が入って圧迫感を感じないっていうのは、うん、結構広いよね。広いと思います、うん、とりあえずトイレはこれだけまずあれば OK っていうのは分かるよね。うん、うん、であとは問題はシャワーなんですよ。はい、まあ、これはね向き変えて閉じちゃえば、まあ、これで問題ないわけなんですけど、うん、いやシャワーの時よな。こういうこと。まあそうだね。ちょっとまあ何が正解なんだろうね。多分映像的にすごい狭く見えると思う。うん、結構狭そうな感じ。足回りは別にそんなでもないよ。うん、例えばこれ座っちゃいけないのかな。あシャワーの時に。あダメか、この中に水がいっぱい落ちちゃうもんね。そうするとタンク式だからいっぱいになっちゃうから、俺的にはなんか椅子が欲しいかな。あシャワー浴びる時のなんかね、シャワー用のこういう折りたたみチェアみたいなのあんのよ。あ壁にあるやつ、はいはいはい、その中にこうやって持たれられるとすごい楽。あ、いい。あ、でも最低限のサイズこのぐらいは必要なんだな。これででも結構ギリギリって感じなのかな。剣が浴びるとなったら俺ギリかもしれない。じゃあちょっとね、ヤマメさんにも体験してもらおうと思います。はい、あ、なんか全然窮屈感を感じないですね。このサイズあれば問題ない。いや、私は別にそんな、うん、見てる限りでもなんか問題はなさそう。あとは本当なんかチェアが壁から降りてくれば、うん、ヤマメは本当余裕を持ってシャワー浴びれるんじゃないかな。俺多分身長のせいもあるよな絶対。いや、てかそれしかないでしょ。まあ、あとはトイレを何にするかっていうところも問題にはなってくるけどね。あ、これをどれにするかってこと。そう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 、俺的にはラップ式が一番本当はねいいなと思ってるけど、うん、
実はこのコンポスト式もいいんじゃねえかとはもうちょっと思ってる。あ、キャンピングカーにもコンポストトイレ。そう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 。コンポスト式にすれば1ヶ月ぐらいはそれ交換しないで旅できるから、うん、割といいんじゃないかなって、うん、ゴミ出ないじゃんコンポスト式だったら、まあ、確かにね。さらにこう土回すだけでね。そうそうそう。ラップ式だとこう一個一個ゴミが出てきて、うん、それを燃えるゴミと処理しないと後々その破れからね匂い漏れにつながる可能性が結構あったりするんで、うん、一見便利なんですけど、例えば1ヶ月単位とかで旅するんだったらコンポスト式もありなのかなってちょっと思ってはきた。確かにそうだね、うんうん、ゴミなんかね少ない方がいいに越したことはないんだから。そうそうそうね、間違いないじゃん、うん、そういうトイレのゴミなんかは外に管理したいけどさ、うん、バスコンだとちょっと外倉庫みたいなのはないですからね。確かに、うんうん、まあちょっとねこんな感じでちょっとマルチルーム見させていただきました。はい、はい、おそらくシリウスの方が広く取ってあると思います、うんうんうん、ちょっと今スケール持ってきてないんで後で測りたいと思います。はい、それでは次寝室に上がってみたいと思います。はい、お、どうです？おお、広い広い。まあコースターよりもさらにちょっと横幅は長く取れてる車種なんで、うん、完全に参考になるかというとちょっと違うかもしれないけど、まあ雰囲気ね、雰囲気バスで横で寝てみると、うん、すごい楽なんだけど、めっちゃ広いね。やっぱやばい、めちゃくちゃ楽、超広い。全然違うねこれ、うん、いやこんだけリアにベッド空間あるといいね。やっぱすごい常設ベッド憧れる。欲しい欲しいね、常設にして。常設いいよね。ただベッドの長さはこれおそらくダブルサイズぴったしあると思うんですよ、うん、多分この同じサイズのベッドはコースターうちのにもいけるんじゃないかと思ってる、うんうんうん、むしろちっちゃくするのはそっちみたいな。 あ、はいはいはい、あと40センチ分、うん、これ差があるからね、こっちの方が長いから減らすとしたらそっちから減らすイメージ、うん、単純に考えたらこの部屋の40センチどっか短くしたらうちのとまんま同じレイアウトができる、まあ、近いものができるってことだよね。まあそうだよね、ベッドはこのまま採用したいぐらい。やっぱベッドのサイズは変えたくない、うん、のレベルですね。この辺を40センチ削ってもいいわけでしょ。それでもこのぐらいのさソファースペースが作れちゃうってこと。そうだよ、ね、だからここまでのソファースペースあってここがないみたいな感じで考えたら、うん、めちゃくちゃ十分じゃない。 5.5 も結構夢あるね。いや全然あると思う。だってね、うん、まあ言ってもやっぱこの FRP でこっち作ってあるってのは強いよね。うん、まっすぐにできるから家具とかも最後までちゃんと荷物を入れれるんだけど、うん、コースターの場合丸まってるんで、うん、収納力はかなり劣ると思います、うん、そこだけちょっと懸念されるけども、ほらいいね。え、ここまでできるかな俺らで。DIY でできる。いや頑張るんだよ。頑張る。このベッド欲しいよ。いや欲しいよな、そのベッド。わお、ちょっと気になってしょうがないんだけど俺。すごいね。でもなんかあこの空間がいいよね。空間がいい。でまあちょっと参考になったこととすると、はい、やっぱりこのマルチルームですね、うん、このサイズまだちょっと測ってないですけど、これ最低限これが必要、うん、俺の大きさで言うと、はい、っていうのは分かったね。そうだね、やっぱ入ってみないと分かんないから。これでちっちゃくなっちゃうとちょっと厳しくなってくるよね。だどう、だって見ててやばかったでしょ。うん、もうやばかった。檻みたいだった。檻ってなんだよ。おい動物みたいに言うじゃねえよ。動物だけどさ、まあ、とにかくこれ以上ちっちゃくするんだったら、うん、中にあるトイレをラップ式トイレなんかにしてシャワーの時だけ外に出すとか、うん、そういうことしないとちょっと難しいかなっていう感じです、うん、でも逆に言ったらシャワールームをちっちゃくしてシャワーする時だけトイレをどかす方式にすることによりですよ、はい、ここと同じベッドサイズとこのダイネット空間が同じようにできちゃうんでしょう。うん、そうだね。やばくないですよね。これ常にこれ、うん、ちょっと待ってくれって、これ贅沢だね、マジで。できればね。まあできればね。あ、うん、そうね。僕別にこんな綺麗にできないですけど。それはそうですよ。うん、できればの話なんですけど、すごいことよこれできたら。でも雰囲気はこんな感じだよね。多分ね。いや目指すところ俺もそうなんですよ。うん、あの僕ね対面ソファーよりも俺は横向きが好きなの、うんうん。まさにだからこのラウンジスタイルっていうのが非常に好きで、はい、僕のバスもぜひこのスタイルにしたいと思ってたの。うんうんうん、結構でもドンピシャかもレイアウト的には。あ、まあ確かにそうだね。こういうふうにしたい、うん、実際、まあ、でも僕としてはね他にはないを追求したい気持ちというかプライドみたいなのもありますんで、はい、多少なんかいじり倒したいところはあるんですけど、うん、オーソドックスでこのスタイルはいけるなって思った。おうちのコースターでも、うんうん、まあ、ちょっとね幅だとかなんだとかもっと狭いんだけど、うん、レイアウトは近いものを作ることは可能なのかなって思った、はい、まあ、ということでね、うちのコースターと40センチ差でこっちの方が長いっていうねキャンピングカーのルーツ拝見させていただきましたけど、まあ、こっちの車は以上でいいかな、はい、一旦でこれもちょっとまあ古い車ではあるんで、次も最新の7メートルのバスコン、うん、ちょっと見ていこうと思います、はい、それじゃあこちらですね、7メートルのシリウスフィードライフさんの今最高峰のバスコンですね、はい、拝見させていただきます。かっこいい。めっちゃかっこいいでしょ。やっぱ7メートルだからさ、うん、こんだけ違うねサイズがね。あ、お尻がね。そうそう、あ、まあ、フロントもこっちのが出てるんだけど、はい、このタイヤから後ろとかを見てもらうと、はい、結構距離わかるんじゃない。あ、確かに長いね。ね、こっちはまあこんな感じ。そう、1メートル違います。こんな感じ。はい、はい、じゃあシリウスの内装はですね、このエントランス入ってまず正面、
こちらがラウンジソファーとなっております。まあ、こっちにもね1名乗車できる椅子がついてますね。で、正面右側がキッチン、左側がマルチルーム、突き当たりがベッドルームということで、主なレイアウトっていうのはルーツの意思をこう継いでるような感じのレイアウトになっております。はい、じゃあ今ね山目さんがこう上がってくれましたけども、はい、こんな感じ。あ、涼しい。天井もすごい余裕があるし、収納がもう上がすごいねこれ。じゃあデザインがさ、あれだね、近代的だね本当ね。すごいね。さっきと比べて、うん、すごくねこう落ち着いたブラウン調のね家具がなんか大人っぽさをね出しておりますよね。今日はコロナ禍で車中泊させていただけるっていうことなんですけど、もう車中泊なのでしょうかっていう感じですね。やだよ、うん、逆に。もう逆にやだ。怖いよ。怖い。ちょっと気をつけてよ、なんかいろいろと。ちょっと細かいところはね、まだまだここいる時間が長いので一回はしょるんですけど、とにかく最初はマルチルームから順番に見ていこうと思います。はい、じゃあすいません、こちらですね。はい、早速開けてみたいと思います。はい、じゃあマルチルームですね。こんな感じになってます。うわー、広。間違いなくね、もうパッと見でルーツより広いのが分かる。こんな感じです。足元見るからにもうねこちらの方がやっぱ広いですね。で、右側にトイレがあって、左側におしゃれなシンク、それからアクリル二重窓と LED 付きの換気扇が装着されています。ちょっとシャワーもねかなりこう新しめですよね。やはり現行モデルとは違いますね。やっぱりゴムゴムの実みたいな。ん？ゴムゴムの実。ゴムゴムの実みたいなのがある。やめなさいやめなさい。ゴムゴムの実ってわかるかよ。しかも山根さん、はい、これなんとアクセントクロス方式が使われてますよ。そうだろう。一面だけ黒にしてるっていう。え、おしゃ。はい、これ近代的なねおしゃれさなんですけども、こう一面だけ色を変えるっていうね技があるんですけど、そのトイレにそれが採用されてますね。ではちょっとね中に入ってみたいと思います。いいでしょう。ちょっと失礼します。はい。おう、どう？高さも髪の毛渡るけど、うん、立てる。あ、確かにさっきみたいにこうちょっとかがんだりはしなくて良さそうだね。うん、ね、じゃあまずちょっとトイレに失礼して。はい。あ、これは動くの？これも、あ、これ動きますね。丸いからそもそも便座だけ回転するタイプ。うん、うわ、なんか広いね。もう一目瞭然の広さだね。全然広いよ。全然違う。まあ、でしょうね。うん。うん、余裕があるわ。しかもおしゃれ。おしゃれ。すごいおしゃれ。まあ、トイレはじゃあこれで OK と、はい、いうことで、シャワーだよね、問題はね。そうだね。うん。でも立てるだけで全然違うかも。あ、こういうことでしょ。あ、まあ言ってでもやっぱ高さがあれか。俺はやっぱ座んなきゃダメってのがありそう。まあでもそもそも高さはさ、もうどうしようもないもんね。そうだね、うん、これは俺のせいなんでね。そうだね。やっぱ何かこう取っかかりというか壁から椅子が降りてきて座ることができれば、うん、いやでもちょっと余裕はある。この可動域、動けるってことだよね。そう、可動域にすごく余裕があるんで、うん、このサイズあったらもう快適レベルですね。まあ、例えばこの手洗い場みたいのはうちのコースターの場合は外してなくしちゃえば、うんうん、ここに椅子が設置できる想定である。だからこれが椅子みたいに考えてちょっとこう寄っかかることができれば、うん、かなりシャワー浴びやすいです。そうだね、うん、剣的にさどうなの。さっきじゃちょっとちっちゃいけど、うん、これだと大きすぎると思うの。でもこれだけ取っちゃうと他が圧迫されるでしょ、うん、って考えたらさっきぐらいでいいのかもしれない。あ、逆にね、ルーツ あのマルチルームを参考にしてもいいよね。うん、うん、それはある。なるほど。間違いなくそのストレスがないと思う、ここでのシャワーは。うん、だろうね。で、山目さんもちょっと入ってみてもらいますけども。じゃあ私も失礼して。多分山目さんはもう問題無用なんだろうな。はい、超余裕ですね。めっちゃいいねこれ。いいよね。うん、山はやっぱ高さ的には、ね、165センチなんでシャワーも問題なくできそうですね。うん、あ、でもさっきとやっぱ広いね、比べると、うん、広さ全然違うよね。うん、うん、まあ、山根さんにはちょっと広いか逆にね。そうなの。こんななくてもいいかなってね感じだけど、うん、になっちゃうよね。すごい。はい、はい、それじゃあその一番後ろですね、多分7メートルがゆえになんですけど、横向きじゃなくて縦向きベッドになってます。ここはちょっとうちの超ショートでは絶対再現できないところなんですけど、7メートルの実力を改めて拝見したいと思います。はい、お手並み拝見。うわー、すげー。どう？うわ、すごいね。ここからさ、あの今カークーラー出てるから。あ、本当だ、なんかついてる。めっちゃ涼しいんだけど。これは嬉しいですね。うわー、おしゃれだね。なんか間接照明とかあってね。ちょっとじゃあ寝転んでみたいと思います。はい、汚い体でね。やめろ。寝転べばいいじゃないですか。うわー、うわ、すごい。いやー、どう？これはやばい。これすごいよね。え、だってクイーンぐらいあるんじゃないかな。わあ、確かにでかいよね。めっちゃでかいよね。いや、キング行く？セミダブ、セミダブでキングサイズのはずだから。ルーぐらい言えばよくない？え？セミダブ、セミダブってルーぐらい言えばよくない？いや、まあまあまあ。これもしかしてだけど、はい、もしかしてだけど、これいける？
それはそうだよね。だから雑魚寝できちゃうよね。ここもなんか埋まるんだっけ。確かね、埋まったはずだよ。なんかあったよね、マットみたいな、ね、構造があったはず、うん、でも2人だったらこう降りるときに中央に階段があった方が、あ、そうだよね、片方を起こすことなく出入りできますよね、うん、うん、素晴らしい。7メートルあったらこんなことできちゃうんだね。うん、付け足す。え、付け足す。超ショート買ったのに、うん、それをあえて足すの。おゆまるくんかなんかで、ね、おゆまるよく出てきたな、そのおゆまるくん。スーパーボールにしか出てんだな、あれ。まあちょっとこんな感じでですね、一番見たいところの比較が今できたかなと思います、はい、でまあ買い出しに行くんだよね。まあこの中でさすがに料理とかはしないんで。石焼きビビンバ作ろう。めっちゃ調理するね、うん、うん、しかもなんかちょっと下手したら下手しそうな感じじゃない。ちょっと落としただけで。石焼きビビンバ食べたい。ダメだよ。ダメ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 。せめてビビンバにしよう。カレーうどんは飛ぶね。飛ぶ。汚すなっつってでしょ、うん、ごめん。惣菜、うん、惣菜がいい、うん、それうまいから、うんうん、それをね買っていきたいと思います。はい、じゃあとりあえず出発しましょうか。うはい、はい、じゃあ近くのスーパーやってきました。セリアとねフレッセが一緒にあるところです。ちょっとじゃあ夕飯買いましょうかね。はい、それじゃあ RV パーク戻ってきました。到着です。よいしょ。あ、結構ね今日も蒸してますね。それでもだいぶね日中の暑さから解放されてますので、まずはねご飯にしたいと思うんですけど、ご飯はね今回ねガゼボを使っていいっていうことで、ちょっとそちらにご厄介になろうかなって思ってます。はい、本当すみません、本当に特別にちょっとね解放していただけるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょうかね。行きましょうか、じゃあこちらのね可愛らしいガゼボお邪魔したいと思います。わー、涼しい。さ、寒い寒いぐらいに涼しい。はい、ここはねフィールドライフさんのなんか中央にある皆さんの休憩所です。はい、本当にありがたい限りですね。全くです。こんな素晴らしいところを使わせてもらって、はい。じゃあ早速ご飯食べましょうか。はい、まずは腹ごしらえからやっていきます。はい、出揃いました。こんな感じのご飯です。まあちょっとお寿司に関しては相変わらずなんですけど、僕らね食事制限してるので、基本的にはこうお寿司メインになっちゃうんだよね。そうだね、普段から食べられるものがね、食べられるものが少ないので、うん、はい。まあ、でもね今回この揚げ物とかが入ってないね群馬名物鶏飯があったんですよ。しかも結構割引で安くなってます。でも大体割引じゃないみんな。あ、そう、もう時間だろうね。時間も時間でね、うん、うん、この辺と焼き鳥です。これはねうまそうだよね。ぼんじりと皮、ただねタレ味が良かったんだけど、タレ全消しされてた。そう、全部売り切れてた、ね、あ、全消し。じゃあちょっと食べましょうか。はい、あとはねこの食べた後になりますけど、スケール買ってきたんで、ちゃんとマルチルームのサイズを測りたい。自分がどれぐらいのサイズが必要なのか、うん、作ってから狭くて使いにくいなんて本当嫌だし、ましてやその大きく作りすぎて、トイレとかは快適なんだけど他めっちゃ狭いの嫌だ。まあトイレなんている時間が短いからね、うん、シャワーなんてマックスでも2回しか使わないから、まあとにもかくにもね、そもそもバス2台並べて両方お試しさせてくれるなんてね、とんでもない話ですよ。いや本当そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、綺麗に作れます。すいません。ということでこの後ご飯ゆっくりね食べていきたいと思います。はい、じゃあねご飯食べ終わったんですけど、はい、なんとねスイカをいただいてました。ありがとうございます。夏めちゃくちゃうまそう。どうぞお食べになって。いいんですか、うん、いただきます。ちょっと味の感想をぜひ。うわーうまそう、みずみずしい、うん、めっちゃみずみずしい、うん、うまい、うまい、うん、じゃあねスイカももう結構たくさんいただいたんですけども、うん、僕もね食べたいと思います。はい、じゃあねスイカも食べ終わりました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさま。そしたらねもう一度ちょっとバスの方に戻っていきたいと思います。はい、それでは再びルーツの中に入ってきました。で、すいません昼間ねちょっとできればよかったんですけど、ごめんなさいスケール忘れちゃったんで改めて測らせていただきます。で、僕的にはこのルーツのマルチルームのサイズがいいってことだよね。ああ、横行的には90ぐらい。90ぐらい、90センチ。で、奥行きも結構ありそうだね。こうなるとね、そうだね、77.5 ぐらい。どう、薄さ的にはだ、やっぱこれは最低ラインか。 77×90 ぐらい。あ、90ぐらい。ここじゃねえかよ。あー、90ぐらいか。ここは防水じゃない。防水じゃない。ここ防水じゃない。濡らしちゃダメ。濡らしちゃダメ。濡らしたらすぐ地肌見えちゃうんだから。あー、うん、今ちょっと見えてたもん。濡れてないのに。濡れてないのに見えてた。うん、だからもうダメなんだから。こっち見てたんか、ケンはずっと。そう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 、こっちこっちこっち、こっちの話だから。こっちの話だったのな、うん、スケール当ててたよね、俺今ね。あ、ちょっと見てなかった。うん、見てて。うん、およそ90、77あると、はい、まあ我々満足してシャワー入れるんじゃないかっていう感じね。でですよ、こっちもそうなんだけど、このベッドの幅が知りたかった。140です。あ、だから本当完全にこれがダブルベッドってことだ。2メートル。おお、すごい。僕のコースターは
2メートル取れません、うん、それは絶対取れないんで、これはやっぱ FRP で後ろ作ってるがゆえのサイズですね、うん、だけどこのサイズはいけるはずなの、1400は、うん、ベッドの幅はやっぱ1400ぐらいを取りたい、うん、でマルチルームのサイズも買ったし、うん、いいんじゃない、結構やっぱルーツ参考になったね、 5.9 だから、うわ、俺がドッペルゲンガーや、いや違うよ、鏡だよ、やばい、これ鏡だよ、もう一人の僕が現れそう、大丈夫大丈夫、鏡だから、どうしよう、大丈夫大丈夫、ほら俺もいるでしょ、これジャンケンしたら誰か一人出してる手変わる、やってみる、やば、怖っ、いくよ、最初はグー、ジャンケンポイ、やれよ、はい、じゃあ改めてシリウスです、で、こっちのマルチルームのサイズを改めて測ってみると、あ、絶対広いと思う、あ、ちょうど 1m ですね、奥行きが、あ、77、え、一緒、え、結構さ、大きさに差があると思ったけど、横幅 10cm 以外は一緒だ、で、やっぱ横幅が広いと、うん、そう感じるよね、やっぱり、そういうこと、うん、あ、何、ほとんど一緒じゃん、高さも違うよね、高さも違う、こっちの方が多分高いんですよ、うん、車高がそもそも高いんで、うん、まあそれも多分相まったけど、あ、え、こんな違く思ってたのに違くないんだね、確かに数字的に見るとそんなに変わらないんだね、ね、ここ変わんないんだ、ここ何今の踊り、踊りじゃねえよ奥行きを表現し、俺も覚えたいその踊り、奥行きを表現し、なるほど、え、練習しよう、なるほどじゃねえ、まあとりあえずだからマルチルームで言うと900から1000ぐらいの横に対して、うん、この奥行きは77あればいいんだ、うん、でつまり、はい、ルーツもこのシリウスも出幅、パンの出幅は77だったじゃん、うん、ってことはパッと見、うん、これだけ出るってことよ、うん、室内で見て、うん、めっちゃ出っ張らん、そう思う、いやまあそれはね、ね、うん、あ、結構出っ張るわねそうね、そうね、乗るなよ乗るなでもそれはしょうがないんじゃないの、こんな出っ張るんだね、この動画何これ面白い、みんなみんなは多分面白くないと思う、ごめんね、うん、なんか俺が興奮気味にいろいろやって、最近ね、ケンがね一人で興奮してるね、気持ち悪い動画が多い、気持ち悪いって言うじゃねえよ、だって一人で興奮してんだよもうね、うん、もうすぐだって始まるわけじゃない、何がこのバス DIY が、うん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 、興奮が止まらないのだから、だからいても立ってもいらなくてこうやってご迷惑をおかけしてしまってるんですよ、貸してくださいって言ってすいませんまあまあね、まあわかりますよその気持ちは、でこれですよね皆さん、このふかふかな L 型のソファー、左手ちょっとちょっと手が無理やり感ある左手ちょっとなんか伸びてるよちょっと無理やり感ある、うん、まあもちろんその取り回しとかね、まあいろいろ込み込みで考えると、特に我が家でいうとほら 5.5 メートルまでしかバス入んなかったから、うんうん、だから超ショートにしたわけなんだけど、うん、いいですね、いい、この7メートルっていう世界も、うん、これぐらいのソファーが欲しい、いやこれはちょっとすごいね、 L 字型ソファー入れたい、いいよ、あ、いいの、いいよ、それは別に全然、内装はねもう好きにしてもらっていいから、本当ですか、もうなんかデザインとかその物の配置とか形とかもう好きにやってもらっていい、まあこの後もね細かいところいろいろこう測ったり、多分にみっちいこと見ると思いますんで、あのこれはまあ映すとね物のことも分かんないかって思われちゃうかもしれないんで、やめたいと思います、でまた就寝前ぐらいにね、あのカメラ回します、はい、じゃあ着替えてきました、はい、それじゃあちょっと就寝の準備をねしてみたいと思います、はい、今日はねこちらの高級ベッドルームを利用させていただこうと思います、はい、ただちょっと敷布団が1枚しかないんで横向きに寝る感じになっちゃうね、はい、これはまあしょうがないね、しょうがない、うん、本当はこう左右に分かれて1-1寝たかったんですけど、ちょっとさすがに敷布団なしで寝るのはね、あの良くないので、はい、横向きで寝ましょう、寝ましょう、じゃあこれ毛布、はい、あ、いいじゃない、ちょっと寝っ転がってみてもらっていい、いいな、せっかくなんで、うわもうこれ車なんていう絵だね本当に、わお、すごい、こんなベッドルームついてるの、ちょっとねなかなか画角の関係で伝わりにくいかもしれないけど、本当にでかいよ、マジでホテルだね、めっちゃふかふか、いやこれそう結構ねこだわってるらしいです、このスプリング、うん、全然寝れそう、まあ長さとかはねあまりこう今度作るコースターには参考にならないかもしれないけど、この向きで寝るみたいな感覚で言うと近いものもあるもんね、うん、ちょうどここで言うとさ140ぐらいでしょ、うん、じゃあ今日はねコースター超ショートにベッドができたらこんな感じなんていう気分に浸りながらですね、楽しく就寝していきたいと思います、それでは皆様おやすみなさい、おやすみ、おやすみ、雨さんまた明日、はい、おはようございます、おはよう、どうでしたか、楽しかった楽しかった感じの声じゃないけど、うん、まあでもね、うん、ふかふかだったね、ふかふかだった、全然っていうかまあ当たり前だけどビジネスホテルとかよりは全然快適だったという認識です、うん、ビジホのなんか一番安いとかスタンダードなクラスっていうかなに比べたらこの車内の方が全然広いよね、うん、
え、そうでしょ。ね、うん、で、まあ、あの、ホテルにね、何十回も泊まった方が安上がりだったりするかもしれないけど、それとは違う、こう、体験ができますね。うん。本当に。めちゃくちゃ良かったです。良かった。勉強にもなった。勉強になったな、すごく、うん。はい、ということで、今回はね、いよいよ始まるコースターの DIY に向けて、2台のバスコンをお借りして、なんかスケールでいろいろ測ってみたりとかね、マルチルームとかベッドの感覚、まあ、居住性なんかを見たりとかっていうことをしながらですね、車中泊を楽しませていただきました。個人的にはもう、非常に有意義な時間になったかなと思います、うん。これでマルチルームのサイズも決まったし、ベッドのサイズも決まったし、もうこの経験があってこその、まあ、コースターに生かされるなっていう感じがありましたね。間違いない。僕の今頭の中ではコースター超ショートのパターンって3パターンある。レイアウトのパターンが今3パターン頭に浮かんでるんだけど、いずれにしてもベッドは一緒なの。だから多分まず最初にベッドを作ると思う。はい、そこからできた上でこう見る景色また違うじゃん、うん、っていうところでね、いろいろ検証していこうというふうには考えております。まあ、ベッドに関しては今回見れたから決まった部分もあるけどね、うん、こう高さとか地面からの高さとかね、そういうのも込み込みでいろいろ考えました。まあ、そんな感じでね、今後コースターの出番も増えていくと思いますので、ぜひお楽しみにしていただけますと嬉しいです。それでは本日の動画は以上。この後もご安全に。バイバイ。